こんにちは、machidori チャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、埼玉県桶川市の桶川駅前の大阪、桶川駅からね、歩いて5分、10分ぐらいの歩いたところにある、交差点なんですけども、あそこからね、なんか結構古い雰囲気が残った商店街があるんで、そこをですね、歩いて、桶川駅の方に向かっていきたいと思います。ここは和菓子屋さんですかね。時間はですね、2022年2月5日土曜日。時間はですね、そろそろ午後5時半って感じですね。結構ね、こういう古い雰囲気のね、お店が残ってるんですけども、もうね、宅再開発結構進んできてて、ここはバチ屋さん、インド料理屋さんがあったりとか、おもちゃ屋さんですね。ここも、ここはお茶屋さんですかね。こんな感じでね、古いこう外観の時計屋さんがあったりするんですけども、結構歯抜けというか、こんな感じでね、工事がね、進んでたりして、再開発が進んでる感じですよね。こんな感じでね、なんか昭和の雰囲気は残るんですけども、こういう感じでどんどん更地にしていってるような感じがします。そしてここから駅のね、反対側の方に改札の前を通っていきたいと思います。今の商店街っぽい街灯なんですけども、あまりもう商店はなさそうです。で、駅前にはロッテリア、あっちには鳥貴族があったり、日高屋があったり、駅前の地中海の姿、
で、ここの階段ちょっと降りてみましょうかね。で、これが駅のホームですね。西口の駅前の方は全然もう新しい、全然昭和の雰囲気がない街って感じですよね。そして庄屋があったり、でここにはマインという、駅直結っていうか東京を渡ったところにあるようなそういうお店があるんですけども、ちょっと向こう側に渡りたいんですけども、渡るのはもうちょっと先の歩道橋、歩道橋、横断歩道ですかね。ここを招き猫がありますね。前には駐車場も併設されてる。結構規模の大きなショッピングモールっていうんですかね、ショッピングセンターというか、ここにはタワマンが立ってますね。ではね、この横断歩道を渡ってそして駅に戻る感じで歩いていきたいと思います。もみじ通りですね。マクドナルドがありますね。
ではね、この辺でね撮影を終えたいと思うんですけども、本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねをしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。